そして、張り巡らされた伏線、これにですね、なるほどと思わせるラストシーンが圧巻なので、ぜひそれを皆さんにも見届けてほしいです。この映画に登場する様々なゾンビショップ店長がお届けする日刊ゾンビ。今日はゾンビ映画紹介ということで、こちらディストピアパンドラの少女を紹介します。この動画では過去の優れたゾンビ映画に注目し、その作品の見どころや魅力を紹介しています。今回は実験体の少女を軸として終末世界を描いた本格的 SF ホラーゾンビ映画のあらすじやおすすめポイントを紹介し、その魅力を語っていきますので、最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルではゾンビ映画の紹介や解説、ゾンビカルチャー紹介など、ゾンビファンに楽しんでもらえる情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ディストピアパンドラの少女は2016年にイギリスで公開されたゾンビ映画。監督はコーム・マッカーシー、主演はジェマ・アータートン。この映画のあらすじは、冒頭、監獄のような場所で車椅子に拘束され、兵士に連れて行かれる子供たちのシーンから始まります。子供たちはある部屋に集められると、そこは教室のような部屋で、一人の女性が登場して授業が始まります。そこで、あれこれってゾンビ映画だよねっていうふうに思うんですけれども、物語は進行していきます。車椅子に拘束された子供たちが一定間隔に部屋に集められ、延々と科学の授業が始まるんですけれども、ここで何というかですね、その子供たちの知能を高めるために大学でやるような授業を、幼い子供たちにやっているっていう感じなんですよね。なんか一見してみると、すごく英才教育をしているみたいなんだけれども、なんか冷酷でこの子供たちをなんか道具みたいに扱ってるっていうシーンなのが気になるんです。すると、部屋の背後からもう一人の女性、主人公のヘレンが現れて、そして今まで授業をしてた女性は代理だったということが分かって、その授業を交代するんですけれども、すると今度現れたそのヘレンは子供たちにせがまれてギリシャ神話を語ったりといった、拘束されている子供たちを一人の人間として扱う優しい面をヘレンは持っているんですね。でもなんか違和感バリバリで映画が進んでいくわけです。そして授業が終わると、今度は車椅子に拘束された車椅子に拘束された子どもたちは兵士によって、また監獄に戻されて、そして監獄の鍵が閉められて、子どもたちはずっと監獄で暮らしているってことが分かってくるんですね。そして兵士はですね、その子供に対して異常に警戒する様子が描かれているわけです。常に子供に対して銃を構え、その子供たちを恐れているようなそういう雰囲気が漂っているわけですね。そして翌朝、朝食が、牢屋にいる子供たちに配られていると、子供たちはですね、その牢屋に配られたアルミの容器に入った食事を取るんですけれども、なんとそれがご飯ではなくて芋虫なんですね。大量の芋虫がうごめいていて、それを子供たちはがむしゃらにつかみながら食べるという描写が、何かすごく違和感を感じて、食糧難なのかなというか、ここで子供たちが何か異常な存在であることが示唆されていくわけです。そんな中、一人の拘束されている子供メラニーの牢屋に研究者らしい老女が訪ねてきて、メラニーに番号を言いなさいって言うんですね。そして1から20までの番号を言うと、その日、その次の日、その番号にいる官房の子供だけがいなくなっているということが起こったりもします。そしてその日、授業でまたいつものようにヘレンが子供たちに授業をしていると、ふっと何気なしにヘレンが子供の頭を触るんですね。でそれを監視している兵士が警告するんです。そしてその兵士がですね、この子供たちは普通の子供じゃないんだっていうことで、腕をまくって唾をつけて腕をこするんですけれども、何か腕のですね匂いを子供に嗅がせるんですね。するとその子供はその人間の匂いに反応して、急に凶暴化して、あああっていう感じで噛みつこうとして、その一人の子供たちにつられて、子供たち全員が車椅子に拘束されながら、ああっていう風に凶暴化していくという描写を見て、そこで初めて映画を見ている、私は子供たちには本性が隠されていて、何かこうゾンビ化する因子を持っているんだなってことが分かってくるわけです。ということで、この施設にいる大人たちは、兵士たちは、ブロッカージェルという薬品を体に塗ることで、子供たちがゾンビ化する、凶暴化することを防いでいるっていうことが分かってくるんですね。そして、その翌日も、牢屋に一人閉じ込められているメラニーに、元に博士が訪れて番号を尋ねるわけです。すると今度メラニーはなんと、自分の官房につけられている番号を告げるわけですね。ついにメラニーが官房の外に一人兵士によって連れ出されるわけです。すると、この施設の外では、実はここの施設は軍隊の基地ということで、その軍隊の基地を囲んでいるフェンスの外側には、無数のハングリーズと呼ばれるゾンビが押し寄せているという描写があって、ここでこの世界はもうゾンビが蔓延していて、そのゾンビによってこの軍隊の基地が孤立しているということが分かってくるわけですね。そして、メラニーは一人兵士によって博士の研究室に連れてこられ、博士によって解剖されようとするわけです。つまり、メラニーが番号を告げた官房の子供たちは、翌日、博士によって解剖されているという事実がわかるんですね。そして、人間らしい心を持った教師、ヘレンが、その博士の実験を止めようとしていると、突然、基地内にゾンビが押し寄せ、フェンスが打ち破られて、ゾンビの大群が侵入してしまうわけですね。警告音が鳴り、次々とゾンビが押し寄せてきてパニックになる基地。というところからストーリーは展開していきます。そこからですね、怒涛の展開がすごくこう、いいわけですよ。ゾンビ映画としての存在感がすごくここからやっと出てきますね。まず、基地に押し寄せるゾンビの大群。そして、兵士とゾンビが入り乱れての大乱闘なんですけれども、これは様々なゾンビ映画でも見慣れた展開だとは言えるんですけれども、でもこの、軍隊 VS ゾンビの大群というシチュエーションが面白いですよね。結構いろんなゾンビ映画見てきましたけども、きちんとこの軍隊の基地を舞台に、軍隊が全滅していくっていうこのリアリティを描いたゾンビ映画っていうのはなかなかないんじゃないかなと思うんです。そして、この世界に生き残った大人たちの都合で実験材料扱いされるこう実験体の少女メラニーっていうのがまた結構面白いテーマなんですよね。またこの少女がすごくけなげで、運命を受け入れながらもけなげな、このメラニーがすごくこうなんかいじらしくてですね、すごくいいわけですよ。そしてですね、この研究をしていく博士のこの思いっていうものもわかるんですけれども、この黒人の少女メラニーを実験材料としてしか見ていないその博士のこう冷酷な態度っていうのが、すごくまたこう映画を見ていて、こうなんていうんですかね、こうキリキリさせるというか、心がぎゅーっとこうわしづかみにされるような展開が面白いです。またこのパンドラの少女には、新しい感覚のシーンがありまして、動かないゾンビというこうめっちゃ面白い発想が見れるんですよ。この動かないゾンビっていうのはまたネタバレになってしまうので、ぜひこの映画を見てほしいんですけれども、こうロメロゾンビのようなノロノロゾンビでもない、そして、リメイクされたドーン・オブ・ザ・デッドのような走るゾンビでもない新解釈だなと思いました。また動きがない展開なのにもかかわらず、めっちゃですねハラハラするわけですよ。これはぜひこのパンドラの少女を見て体験していただきたいなと思ってます。そしてこう世界を救うという、こう老女の研究者の使命感と、こう助教師ヘレンのヒューマニズムとの葛藤っていうのがものすごくテーマとして面白いです。冷酷に見える博士の内側にある世界を救いたいという使命感、そして一見ヒューマニズムを持っていて優しい人間味のあるヘレンなんですけれども、そのヘレンのやっぱりこう痛々しさっていうものも感じられて、この2つの二律背反するこう感情ですね、その葛藤がものすごく映画のですね一つの大きいテーマとして描かれていて、とても見応えのある内容です。ゾンビ映画というのを忘れてしまって、この2人の対立する女性のこの行方はどうなってしまうんだろうっていう風にこうドキドキして見れる映画ですね。さらにこの映画まあ、あまり言ってしまうとネタバレになってしまうんですけれども、野生化したハイブリッドの子供たちっていうのも出てきて、この人間のですね、本能というか野生味を感じさせる面白さがあって、こう崩壊した文明が崩壊した世界の、次世代、それがですね、新創世紀という展開にもつながっていく感じがあって、まあ、これも見応えがあってものすごく面白い展開なので、一見の価値ありじゃないでしょうか。さらにはですね、ゾンビ化した人間に寄生したウイルス、細菌がこう、細菌にもかかわらず、微生物ですよね。何か大きい自然界の意志のようなものを持っていて、最後、壮大な SF 的世界観が描かれています。この SF としての世界観の描かれ方が圧倒的で、まあ、私はすごい SF 好きなので、この映画見ていて、すごくこう、満足感がありましたね。はい。そして、張り巡らされた伏線、これにですね、なるほどと思わせるラストシーンが圧巻なので、ぜひそれを皆さんにも見届けてほしいです。この映画に登場する様々なガジェットや設定がですね、複雑に絡み合って、最後、見事な伏線回収になっているのが、まあ、なるほどなぁと思わせて、まあ、爽快感とも言えるような、こう、何かですね、気持ちのいい、一つの歴史を垣間見るような、そういう壮大なラストにつながっていっていきますので、ぜひお見逃しなくといった感じです。やっぱりこの映画、私が感じたのは、人間が地球というこの大自然に組み込まれている一つのパーツなんだなっていうことを、まあ、ゾンビ映画なんですけれども、すごく感じさせられて、私としてはお気に入りの一本ですね。大作的な映画の一本です。そして SF としての完成度の高さ、緻密に積み上げられた一つ一つのこうシチュエーションや、設定やガジェットが私はすごく好きです。壮大かつ考えさせられるテーマ性が、まあ、めっちゃ面白いですね。そして前半の動きのある動のゾンビ映画としてのアクションシーンの部分、そして動かないゾンビというものをテーマにした生という、この動と生、動くものと動かないものの、この2つの要素を兼ね備えた画期的なゾンビ映画なんじゃないかなと感じさせてもらいました。SF 好きな人には絶対おすすめできるゾンビ映画です。さらにゾンビ映画としても非常に楽しめる様々な展開、胸が熱くなるシチュエーションがありますので、もちろんゾンビ映画ファンにもおすすめできる一本ですね。さらにラストシーンは感動の渦が訪れまして、涙なしには見られない映画なので、ぜひ見てほしいなと思います。さあ、いかがでしょうか。こちらですね、Unext や、そして、Amazon で DVD も購入可能なので、もし見たことがないという人がありましたら、ぜひおすすめしますのでご覧ください。皆さんもよろしければ、ディストピアパンドラの少女の感想をコメント欄にコメントください。また、動画のコメント欄で動画にしてほしいテーマを募集しています。こんな映画が見てみたいとか、こんなゾンビ映画を紹介してほしいなどありましたら、ぜひコメント欄にコメントください。今日はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。これからもこのような動画を配信しますので、この動画がいいなと思った人は、高評価、チャンネル登録をお願いします。